はい、これが今日泊まるプラザホテルですね。ちょっと荷物を預けに行きたいと思いますので、中入ってみたいと思います。はい。エントランスですね。奥に受け付け、あれがあるみたいですね。はい、お部屋に向かってます。お部屋が1622なんで、あ、運がいい。角部屋ですね。よし、ここで鍵を開けてみますね。はい、今お部屋に着いたとこです。おお、すごい、角部屋でこんないい感じじゃないですか。さあ、景色はどうだろう。6階なんでね。おう、うん、景色は見えないね。目はどんな感じかな。こんな感じの景色です。ではお部屋はいいんだけど、風呂トイレは、あ、しっかりしてますね。よし、これ私ですね。はい、うん、気に入りました。今ですね、このプラザホテルですね、ここをチェックアウトしたところです。いいホテルでしたね。ちなみに今回のカバンはこれですね、メスキータプラスこのバッグですね。で、ね、お値段の振り返りをしてなかった。部屋でやればよかったんだけどね。今回ね、まあ、あの、天神地区で、まあ、ジャロンで探した中では一番安いビジネスホテルを、取りました。で、飛行機、羽田福岡往復と、このホテル一泊合わせて、21,600円に、あと、あの、ジャラン割引みたいなのが7,000円引かれて、これは、あの、同等のことだと思うんですけど、あとね、地域共通クーポンが3,000円ついたんで、まあ、考えによっては11,600円で、東京から旅ができたっていう感じですね。まあ、あとね、あの、ちょっと細かいけど、アナのマイルもね、50% だけどつくらしくて、なら500マイル以上ついたのかな。もっと細かいこと言えば、ポントポイントもね、216ポイントつくみたいだし、なんか嬉しいね。うん。ということで、当然ね、まあ、いいホテルでした。で、料金の振り返りをしました。はい、今からね、もう一遍ね、あの、イムズの美術館をちょっと見てからアジア美術館でも行こうかなと思ってます。はい、そんな感じで、ゲーム作家マサでした。はい、ではでは。